2016年高石 TV 高評価多かったランキング、こんにちは、デン高石です。今回は2016年の高石 TV で高評価が多かった動画ランキングです。デンデン。第3位、全校集会あるある。タイトルの通り、全校集会でのあるある動画です。中でも最も評判が良かったのは、校長が自ら生贄となってグランドの封印を解き生徒を助けるシーンです。コメント欄では、感動した、ペットの犬も泣いた、草など感動の声が数多く寄せられました。第2位、高一のクオリティを求めないモノマネコーダ。登録者1000人を記念してコメント欄で寄せられたモノマネを披露する動画です。中でも最も評判の良かったモノマネは、心臓マッサージをするも助けることができず、悔しさのあまりけん玉をする人のモノマネです。コメント欄では、感動した、ペットが逃げた、草など感動の声が数多く寄せられました。第1位、転校生あるある。こちらもタイトルの通りの動画です。制作者は、こんなに伸びるとは思わなかった、ジャスティン・ビーバーのおかげだとコメントを残しています。中でも評判の良かったシーンは、転校生がスナイパーに暗殺され、今までありがとうとクラスメイトに言うシーンです。コメント欄では、感動した、ペットが帰ってきた、草など感動の声が数多く寄せられました。いかがだったでしょうか。2016年の高石 TV が何を伝えたかったのか。それは、安心しろ、1年は365日ある、ウルード氏を除いてな、だったのではないでしょうか。ではまた次回の動画で会いましょう。でんでん。